午前7時過ぎ、札幌では雪が横殴りに降り、辺りが真っ白になっていました。雪は午前1時ごろから降り始め、中央区では午前8時に積雪1センチを観測。この時期まで積雪がずれ込むのは1997年以来24年ぶりに遅い記録です。どう？いや、ちょっとびっくりしましたね。急なもんですから。はい、歩きづらいです。靴がベチョベチョになるので。一方、記録的な大雪に見舞われている上川の幌加内町朱鞠内では午前4時に積雪が98センチと平年の2倍を超える雪が積もっています。上川や尻部市など日本海側を中心にこの時期としては大雪となっています。